こんにちは。ヒューマンギルド岩井俊則と申します。今日から動画配信いたします。月に4回毎月月曜日皆さんにお届けいたします。で、今日は第1回目としてまずはスタッフの紹介をいたします。私岩井の次はどうぞ。はい、取締役研修部長の長藤薫と申します。個人向け講座担当の竹内幸子と申します。法人事業部営業統括マネージャーの目次慎と申します。よろしくお願いします。第1回目ヒューマンギルドのご紹介でございます。でヒューマンギルドで学べることといってまず3つ、まあ、最初はスタッフ紹介を先ほどやらせてきました。あと2つ残っております。でそれは目から鱗のアドラー心理学に対する私自身の体験、これはヒューマンギルドを作る前の話でございます。そして3つ目、ヒューマンギルドを35年前の4月10日作って、それ以降ヒューマンギルドっていうのはどんな会社として発展していったか、そんなことについてお伝えいたします。でまずは目から鱗の体験でございます。で私はヒューマンギルドを作る前、ある不登校、家庭内暴力、非行の子どもたち、そしてその親御さんたちの支援をしておりました。でその時の不登校の親御さんのことについて非常に大きな体験があります。でそれはだいたいその当時の不登校はもう徹底的に原因論でした。何が原因でこの子が不登校になったのか、いろんなことが言われていました。妊娠時に喜びがなかった、つわりが激しかった、出産時にストレスが強かった、母乳で育てなかった、スキンシップが足りなかった、父親が育児に協力的でなかった、まあ、こういうふうなことをいろんな人にこの言説を頭に入れてお話しするとどれか確実に当てはまっていました。ただこれは理論的に非常におかしいことなんです。原因を言えばまず犯人探しになります。だから不登校していない親御さんが果たしてどうなのか、しているお母さん、していないお母さん、子供だったんですよ、子供は不登校のお母さんと不登校でないお母さん、同じことをやったとしても同じ質問だとしても同じ結果出ると思うんです。不登校の子供を持つお母さんじゃなくてもこの6大原因のどれかに当てはまります。そうするとこんなことは非常に非科学的なことであり、そしてさらにですよ、お母さんはこういうことが原因でこんなふうになってるんですよというと確実に有機実験になります。いかがでしょうか。アドラー心理学に出会って私が目から鱗ができた、まあ、そういう体験は何かというと、ひたすらこれからできることは何なのか、そういうことに着目いたしました。何が目的なんだろうか、不登校には目的があるに違いない。でそれはどういうことから発想するかというと、今までがどうだったかじゃなくこれから先何ができるか、こういう観点で見てみると、実は小学校2年生の男の子が不登校になったとする。でそれは実はね、親御さんが下の妹が保育園に通っていて、そして非常に密着した関係だった、親の注目を引き出すために不登校していたとすると、これは原因というよりはむしろ親の注目を引き寄せる、そういうための目的だと考えることができます。でこのように考えると当事者意識が植え込まれます。そしてさらに勇気づけになる、まあ、そう考えた時に今までの犯人探しの原因論を卒業して目的論のアドラー心理学、私は舵を取ろうとこういうふうに決心しました。で今のことを、まあ、ある本の中でまとめてますけども、原因論の世界というのは必ず過去の原因が現在どういうことを影響として及ぼしているか、そして本人、子どもさん、不登校の子どもは犠牲者だ、まあ、そんなふうなことを大まかに言えると思うんだけども、目的論、アドラー心理学もこれから未来に向けて何ができるか、そういう目的論で見ると未来志向になるし、本人は当事者になるし、そして勇気を持ってそのことを取り組むことができる、そう考えるとできます。でここで大事なことを私は気づきました。何か人間の行動を理解する原理として原因論を卒業しようじゃないか、そして今から未来に向けて何ができるか、そういう観点のアドラー心理学に引き寄せられました。そしてその原因論というのは解説をもっともらしいんです。何が悪かった、何が原因だったのか、もっともらしいんです。だけどそのことが分かったとして
今後何ができるかっていうと非常に迫力がない、まあ、そういう立場から言論を卒業して目的論に入っていった。これは私の経緯でございます。そして1985年の7月ヒューマンギルドを作りました。でヒューマンギルドはこれは私どものホームページから加工したものでございますけれども、そのヒューマンギルド3つの大きな柱があります。1つは研修の柱、そしてもう1つはカウンセリング、コンサルティング、もう1つはプログラム開発、プログラムを開発して、そして書籍の販売もしております。こういうことでございます。で研修は大きく分けて2つ、1つは民間向けの研修、ヒューマンギルドをお越しいただくことが多い、あるいは地方の提携組織と連携しながら研修をやっていく、こういうスタイル、民間向けですね。もう1つは法人向けがあります。で今日は主として2000社の法人研修の実績は後でお話することありますけども、中心としては個人向けの講座をどんなことをやっているか、そんなことについてかいつまんでご説明をさせていただきます。ヒューマンギルドナンバーワンエクスもあります。一つは最も歴史のある会社、アドラー心理学で社歴35年を誇る有限会社でございますけども、こういう会社組織でいうと35年最も古く存続している会社でございます。もう一つ会員数が日本最大である1300人の会員がいます。もう一つ受講者数ダントツ1位でございます。アドラー心理学ベーシックコースという最も基本的な講座は今まで8000人の方が受講しております。さらには親子関係セミナー、愛と勇気づけの親子関係セミナースマイルという講座は6万5000人が受講しております。そしてからさらに勇気づけのリーダー、トレーナーを育てようということで、このトレーナーリーダーが3000人を超えています。でさらにカウンセリングにも力を入れて、カウンセラー養成講座を修了した人たちが1200人います。さらにはもう一つダントツ1、出版点数、これは出版点数であって部数ではございません。嫌われる勇気を持っている岸見一郎さんには断然かないませんけれども、出版点数でいうと代表者とスタッフの書いた本は80点にも及び、これはダントツ1位でございます。でさらにヒューマンギルドは2つ強みがあって、ヒューマンギルド関わりを持った人、個人名は出しませんけれども、いろんな人たちがヒューマンギルドで学び、アドラー心理学を発信しています。本も書いています。セミナーもやっています。こういう人材排出力という点でいうとヒューマンギルドはダントツ1位でございます。でさらには海外の先生方とも連携を取って、今まで8人の主力講師を招いております。でその中の一人としてジョセフ・ペルグリーノ博士、モントリオール個人心理学協会理事長、彼は1999年から今まで23回来日し、そして多くの人たちに本場のアドラー心理学を伝えていただいています。この方でございます。非常に人格面も優れたウォーキングエンカレンジャー、歩いてるだけで勇気づける人、こういうペルグリーノ博士との連携も図っております。でここでその出版点数のことを少し触れておきます。まずアドラー氏の出版点数、私自身の本が一つここにございます。それから長藤薫が書いた超勇気の心理学、アドラー氏の入門、この本には11万5000部コンビニで出ております。まあ、さらには宮本という講師の書いたアドラー流子育て、こういうのを含めて80点以上、さらには部数は100万部を超えております。このような出版において顕著な足跡を示しております。そしてさらにアドラー心理学は3つの学びを提供しています。その1、講師からの学びもあります。2つ目仲間からの学びもあります。3つ目あなた自身からの学びもあります。こんなふうな3つの学び、我々一方的にレクチャー方式で伝えるものではありません。特に仲間からの学び、ヒューマンギルドの強みは仲間とのつながり、結びつき、まあ、こんなことが非常に重視される要素としてお伝えしております。そういったこのヒューマンギルドの学びとしては、柱は大きく2つ、アドラーシングベーシックコース、そしてスマイル、愛と勇気づけの親子関係セミナーがあります。まあ、こういうことを学ぶことによって生かす方向にします。アドラー心理学を単に学んでお利口になったではない、でそれを落とし込んで
活かせるようにしたい、さらにはそれを伝える側に入れるような支援をしております。でこのような体系的な図式ではヒューマンギルドは一番確立したいわゆる研修組織だというふうに思っております。ここで最後にまとめておきます。ヒューマンギルドは歴史のある会社ではありますけれども、それに思うことなく皆様に対し真摯に向き合い、そして信頼、尊敬、そして共感、こういうのを基づいて協力的な営みができるように支援する会社でございます。柱としてまとめます。研修、そしてカウンセリング、コンサルティングがあります。そしてもう一つはプログラム開発、そして出版、販売、こんなものがあります。こんなふうにしてこれからも動画を通じて、 YouTube を通じて皆様方にアドラー心理学の良さを、アドラー心理学の専用チャンネルとしてお届けしていく所存でございます。そして皆様へのお願い、チャンネル登録、そしていいね、これは何卒よろしくお願いします。期待しております。ありがとうございました。